皆さんこんにちは、はるにゃんです。新年明けましておめでとうございます。皆さん、お正月はどんなお正月を過ごされましたでしょうか。あっという間にね、2014年も終わって2015年、はい、はるにゃん TV 今年もどうぞよろしくお願いします。前回ですね、そうそう、私のメイクアップストーリーをですね、おしゃべりさせていただいたんですけれども、結構ね、自分が思ってた以上に結構面白いという反響をですねいただいたので、第2弾もですね、ちょうどまた面白い話をね、思い出したので、ちょっとね早々と第2弾もねちょっとお話ししちゃおうかなと思ってます。はい、今回はですね、私のまさかと思われることをされちゃった、美容院の体験について、お話ししたいと思います。高校生の時のね、また話なんですけど、高校生の時、私ちょっとジャズダンスをやっていたんですよ。で、ジャズダンス行ってて、ジャズダンスの先生が、すごいこう、なんていうのかな。スピードで言うひとえちゃんみたいな感じの人だったんですよ。なんだろうかな、こう、スパイラルパーマっていうのをかけてね、黒人の女の人みたいな、こう、チリチリした感じの。それがね、もう本当に、もう本当憧れの先生だったんですよ。すごいかっこいいなって、こう、パーってやった時にこの、ふわふわがこう、パッパラってなるのが、ほんとかっこいいと思って、もう、その先生みたいになりたいみたいな、ちょっとこう、やっぱね、ティーンの時っていうのはね、いろいろ憧れもね、持ちますから、春にはもうね、ちょっとそういう時期があって、こう、ドキドキして先生を見ていながら、こう、ダンスにね、打ち込んでたわけなんですけれども、私もね、そのスパイラルパーマにしたいと、はい、したいなと思って、美容院に行こうと決意したんですよ。で、当時ね、私セブンイレブンでね、バイトしてたんですけど、バイトの給料が入ったらちょっともうスパイラルパーマ変わって、ちょっとダンスーみたいな感じ、ちょっとやっちゃうみたいな、そういう感じで気取っちゃおうかなみたいなことがあったんですよ。で、美容院はどうしようかなと。美容院どうしようかなと思って、ちょっと特にね、そんなに高校生の時はそんなにね、今みたいにホットペッパーとかもない時代ですから、どうしようかななんて思ってたら、ちょうどね、こう街を歩いてたら、こうビラ配りしてる、美容院があったんですね。どうですかみたいな感じで。で、こうパッと見たら、パーマが、そう、確か5000円くらいでできるみたいな、カットも込みで。なんかすっごい安いと思って、で、ここに決めたわけですよね。そこに決めて、行ったんですよ。で、バラバラバラっとこう、開けたらね、エプロンをつけた、おばさんがこう、数人ね、髪切ったりとかしてたんですけど、ああ、女の人ばっかりなんだ、なんて思っててね、ちょっとスパイラルパーマをかけたいんですけれども、みたいな感じで来て、ああ、そうそう、そうだね、ああ、そんな若いのにスパイラルパーマかけたいの、みたいな感じで言われちゃって、はい、とかって言って、で、髪の毛洗ったりとかして、で、こう、ちょっと細いロールのね、ものをこう、パッ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 巻かれたわけですよ。そこまでは良くて、で、いろいろね、パーメ剤かけて、洗って、つって、で、こう、ファーっと仕上がってきたわけですよ。あ、いいじゃん、もうやばい、これもうちょっと、ダンスの先生、ちょっと近づいてきちゃったよ、これ。どうするこれ、みたいな感じに思っちゃって、ちょっと、心が躍らせていたわけなんですよ。で、ちょっとじゃあ髪の毛を整えます、みたいな感じになって、ほいって言って、で、こう、ちょくちょくちょくなんか切ったりとかもしてたんですね。で、その後に、バリカン入りますバリカン入りますって言ったんですよ。バリカンと思って、なんだろう、もしかしたら、周りのこう、アホ毛とかをこう、ちょっとこう、ピッピッと取るのかな、みたいな感じで思ってたから、別になんかもう気にせずこう、雑誌とかね、こう、読んでたわけですよ。ほんで、グイッとね、こう髪の毛持ち上げられて、首のところとかね、ちょっとあるから、ちょっと取り除くんだな、みたいな感じを思ってたら、ここっすね、ここを、ブワーって、やられたんですよ。何やってんのって思ってて、で、何かなんだろうと思って、そこまでそんなに、ちょっとなんて言わないで、そういう作業があるんだろうみたいな、あんまり気にしてなかったんですよ。で、そのまま、こう、ブーって、こう、バリカンが音を立てですね、私の髪の毛を奪っていったわけですよ。で、仕上がりましたって言われて、ほうちゃん、あ
いいんじゃないこれ。うん、何これ。もうほんと春、ダンサー春にゃんみたいな。ちょっとジャマイカ行っちゃうみたいな。そんな感じに、な気分になって、もうすごい嬉しかったんですよ。もう仕上がりは。で、後ろも見せてもらって、まあ、ここまではあげないわけですよね。で、後ろとかも、あ、もうマジやばい。もう本当に、もう完璧って思って、もう明日も学校行って、ちょっともうなんか、もう本当にマジダンサーだからみたいな感じで、ちょっと行くのが楽しみみたいなぐらいまでしか本当思ってなかったんですよ。はい。学校行ってね、ふーんって感じで行って、あー、春が変わったねって言われて、なんかすっごい、なんかダンサーみたいみたいな感じで、あー、なんかすごいねみたいな。まあ、男の子からちょっとあんまり受けは良くなかったんですけど、まあ、自分的にはすごく満足で、ね、女の子のね、友達からすごいかっこいいとか言ってくれて、って感じで、ちょっと活かしてる私みたいな。まあね、言ったんですよ。で、だんだん、まあ、これだけじゃ、ふわふわふわっとしたね、垂らしたまんまじゃなんかつまんないなと思ったから、まあ、ポニーテールにしていったんですよ、ポニーテールに。ポニーテールでふわふわふわってやって、めっちゃ可愛いと思って、で、それでも学校行ったんですよ。まあ、それですよね。もうそれで判明したんですけど、まあ、まとめるときも、なんか、ジョリジョリするなと思って。ほんで、バカだよね。もう全然後ろとかも見ないで、まあ、ジョリジョリするなみたいなぐらいしか思わなくて、そのまま学校に行ったんですよ。ほんで、まあ、学校に行ったら仲のいい友達が、なんか後ろから覗くわけですよ。どうしたのそれって言われて、何が別に普通でしょとかって言ったら、ね、なんで遥か刈り上げが入ってんのって言われて、えとか言って、刈り上げって言われて、そこで初めて、あ、なんか後ろやっぱおかしいんだっていうことに気づいたんですよ。で、まあ友達にこう鏡で見せてもらったら、あ、ここが刈り上げられちゃってんの、ここが。イガグリ君みたいな感じになって、まあ、カツオみたいな感じになっちゃってて、ほんとまさに後ろがもう、ほんとにもう、坊主みたいな感じなんですよ。だから、なんでって思って、なんでこんなになっちゃってんのって思って、まあもう、また友達も大爆笑ですよね。もう、なんで相談しちゃったのって言ったら、知らないよって言って。で、もう、まあ、それからですね、もうまあいろいろ二つに分けたりとかもしてましたけども、まあ、なるべくここの部分を隠して分けてみたいな感じにしてやってましたね。もうそれからちょっと怖くなっちゃって、まあその時も好きな男の子もいたんですけど、好きな男の子もやっぱりサラサラヘアがいいよって言われちゃって、まあもうそれでもうちょっと取っちゃったんですけど、まあその美容院では直さなかったですね。いやあ、そこの美容院は謎でした。なんで刈り上げられちゃったのかなっていうのがあって、もしかしたらまあ、言葉、その美容院に入った時の言葉ですよね。あ、そんなに若いのにスパイラルパーマかけるのって言われてたから、まあ、ちょっと年配の方のこうああいう細かなパーマと勘違いされちゃったのかなみたいな風にもちょっと思ったりもして、まあ伸びるまで本当にちょっとね、なんか伸びてもちょっとチクチク痛いわけですよ。なんでこんな頭になっちゃったんだと思って、まあ本当に伸びるまで辛かったんですけど、まあそれからもうはい、サラサラヘアに戻りましたね。まあそんな感じの話だったんですけど、皆さんなんかいかがでしょうかね。なんかこう美容院で、あ、こうじゃないんだけどとか、なんだろう。え、なんでこんなされちゃってんのみたいな、そういう経験ってありますかね。まあ、もし、皆さんも何か、美容院での面白い、なんかお話とかありましたら、ぜひ、はるにゃんに、コメントで教えてください。ということで、はい、今回は私の美容院刈り上げ事件の話でした。また次の動画でお会いしましょう。またねー、バイニャー。今年もはるにゃん TV をよろしくね。よかったらチャンネル登録してね。